引き続きまして、少し短い話をいたしますけれども、これでお分かりの通りですね、日本がもう月とすっぽんと言っていいぐらい、コロナについてはですね、優秀で、もうすでに終わってしまっているにもかかわらず、オリンピックができるかできないか、無人にするかどうかというような事態に陥っている、その最大の原因は、分かりやすく言うと日本のエリート、日本のエリートが日本を動かしているわけですから、その動かしている人たちがその理由だと。そしてなぜ動かしている方はこういうアメリカの17倍もいいにもかかわらず、アメリカよりも悪くて世界で一番悪い、先進国の中で一番悪いというふうに、その政府にそういう情報を与え、そして政府をその動かしているかというとですね、先ほど言いましたように心の底からそれが日本と日本の国民にとって大事だと思い込んでるんですよ。もう思い込んでるっていうか、もう思ってるんですよ。で、誰が何と言おうと変わらないです。あなたね、まあじゃ あ, マスコミのエリートデスクをやってる人に、私がちょ A さん、アメリカよりも日本の方がこの通り、この数字をご覧ください、この数字あなたご存知ですねと、知ってますね、うん、ね、感染者数、今日の感染者数、ね、昨日の感染者数、これ事実ですから、あなた分かりますね、認めますね。じゃあ認めた上でお話しますけども、日本はアメリカの17倍も優秀じゃないですかと。アメリカがもう明日から独立記念日で花火を上げて、もうコロナに勝利したと、勝利宣言をするんだったら、日本はもうとっくの昔、今年のお正月ぐらいに勝利宣言できてたんじゃないですかと、そう思いませんかと、こう言うんですよ。ね、私がもしそう言うんですよ。そうすると、増田さんのように世の中を混乱させる人、ね、は日本にはいないでください。さっさとアメリカへ行ってくださいと。もう日本に帰ってこないでくださいと、こう言われますよ。で、なんでですか、心の底から私みたいな本当のことを言う人間は邪魔だと思ってるからですよ。なんで邪魔なの、秩序が、まず第一、秩序が乱れる、ね、世論が乱れる、人の心、人心が乱れる、ね、うん、何もいいことない、ね、嘘であろうと何であろうと人心が迷うことなく、そして秩序が保たれて、ね、ちゃんとこの民主主義体制というもの、揺るぎなき民主主義体制というものが守られれば、それが国のためであり、国民のためであり、将来の日本のためなんだというふうに、もう心の底からもう思い込んでますから、そうは言いますけど、A さん、実はつって、実はもうへちまもない、帰ってくださいって門前払いですよ。これが現実なんですよ。だから、本当はこういう本当の話をするのもですね、まあ日本のエリートの方の考え方からすればですね、好ましいことではないんだと思いますよ、うん、しかし我々は本当のことを知る権利があるし、本当のことを知った方がいいんじゃないかなと思うから私は言ってるわけなんですよ。もう一度言いますよ、日本はアメリカよりコロナの感染者も死者も17倍、優れてるんですよ。立派なんですよ、ね、で、それがまだ非常事態宣言だということになってるんです。そしてアメリカの方は日本より17倍もひどい、ね、ひどい犠牲者を出しているにもかかわらず、もう7月の4日にはコロナ、対コロナ勝利宣言を発表するんですよ。これが現実なんですよ。これが現実なんですよ、ね、だからこの現実に基づいて日本の株は下がる、アメリカの株は上がる、逆にならなきゃいけないんですよ。日本の株がどんどん上がってアメリカの株が下がんなきゃいけない、ね、うん、本来ならですよ。しかしそれはまたゴールマンサックスの先生その他に言わせればですね、それはまたこの間違いが正しいんです。つまり日本の株は上がるべきなのに上がらないで下がるのは正しいね、アメリカは下がらなきゃいけないのに上がるのが正しいんです。なぜならば日本の貿易その他ものを買ったり売ったりする
のに使ってるお金はドルですね、うん、ドルは国際基軸通貨です、ね、でこれをアメリカの FRB 中央銀行がコントロールしてるわけでしょ。で日本の方はコントロールされてるわけですから、ね、コントロールされてる方が偉くてされる方が偉くないというのはダメなんです。政治的にも経済的にも成り立たないとこういうことになってるんですよ。だからもう株価についても政治についても皆さんに私はっきり言っておきたいことは、正しいとか正しくないとか正義とか不正義とかね、義理とか人情とかこの人間らしさとかもうこの政治を考えたり、ね、株を売ったり買ったりして金儲けするんだというこの世界においてはそういうことは一切全て忘れることですね、うん、でなければやらないことです。やはり人間だからそんな間違いはしたくないとかね、そんなもう明らかに間違ってることを正しいんだと人に言いふらすなんて私にはとてもできないとこういうふうに思ってる方はもう明日から株はやめた方がいいですね、うん、でこの株の世界っていうのは賭博場だと私はいつも言いますけども騙し合いなんですよ。狐と狸の騙し合いなんですよ、ね、でそしてそれを上からコントロールしてるのは、うん、独占資本でありそして、世界の通貨を発行している FRB なんですよ、ね、そういうシステムの中で、まあ、日経平均という日本の市場の中で、少しでもお金を儲けようというからにはですね、まず本筋から理解しなきゃダメですよ。こういうニュースがあってこういうのが発表されるから多分上がると思うんで買おうと思いますなんていう、まあ、それも結構ですけども、まずね日本のこの市場というのは何かということ、何か簡単ですよ。アメリカにコントロールされてる市場ですよ、うん、日本には主権がないんですから、まあ、政治的にも主権がないでしょ。日米安全保障条約で日本の生命財産守られてるんですから、ね、主権というのは自分の命を守ることを主権というんですよ、うん、自分の命を守れないのは主権がないってことなんですよ、ね、人に守られてる、だから人の言う通り、だから国家がそうあれば市場の株式市場もアメリカのコントロール下に入るのは当然のことであって、ね、日本はどうのこうのなんていうのはもう考えない方がいいということなんですよ。なんか話があらぬところへこう流れていきましたけども、うん、日本のじゃあもうこれっきり日本の株は上がらないでアメリカの株が上がりっぱなしなんですかというふうにどなたか質問してくると思うんですが、これはですねそうはいかないんですよ。で日本の株が上がる、日本の株が上がってアメリカの株が下がるっていうこともあるんですよ、ね、でこれはどういうことかといいますと資本、ね、資本もですね、うん、そのなんて言うんでしょうか、引き潮と満ち潮があるんですよ。もう昔はもうアメリカ上がりっぱなし、今はですねもう川の流れがどんどん下っていってとうとう大海にもう入っちゃったんです。海ですよ、大海に入っちゃったんですよ。もう大海に入っちゃうともう流れがないんですよ。今までは滝から小川から大河というふうにこう水が流れてましたからね、その波に乗って儲かってきたんですよ、ね、ところがもう波流れがなくなっちゃったんですよ、ね、だからもう池みたいなもんで大海ですよ、大きな海ですよ、海入っちゃったんですよ。じゃあそうすると海入っちゃったらどうやって儲けんのって言ったら満潮と引き潮で儲けんですよ。わかります、うん、満潮になる前に買っといて満潮になったら売るんですよ、ね、でそして引き潮になる前に売っ払うんですよ、空売りですよ、うん、ねで引き潮が終わった頃買い戻すんですよ、うん、こうやって儲けるんですよ、ね、だから今までと流儀が変わってきたんです。だから引き潮満潮というのが幸いそういう現象のもとに、市場が動き始めたおかげで、ね、日本にもチャンスが巡ってきたんですよ。前はノーチャンスなんです。川は流れてるんですから、高いところから低いところへ流れてるんですから、アメリカが強いんですよ。船長さんアメリカですから、その船がどんどん海に向かって行ってるんですから、バックできないんですよ、ね、うん、だからノーチャンスなんですよ。アメリカの、アメリカ、
アメリカ一極集中っていうのはこのことを言うんですよ。資本が全部アメリカに流れていく、日本に流れてこない、ね、アメリカ一極集中なんですよ。日本に資本が流れてくるっていうのは、川の流れを逆流するってことですからね。一時はあるかもしれませんけども、ないんですよ、ね、お分かりですか。で、今は大海に水が入っちゃったんで、引き潮と満ち潮の時代に入ってきたんですよ、ね、だから引き潮の時には日本に水が来るんですよ。お分かりですか、ね、だから日本も捨てたもんじゃないんですよ。だからこっからですね、やり方によってはこのアメリカに支配されてるこの日本の株式市場でも、ね、ちゃんとアメリカ並みに儲けることができるんですよということを私は言ってるわけなんですよ。ちょっと変わった話に聞こえるかもしれませんけど、そういうもんなんです。だから時代の流れというものをまず把握して、ね、そしてアメリカというその今まで世界を引っ張ってきた船長さんの船が、ね、大海に入ってきてしまったということも認識しなきゃいけない。そうすると今度はアメリカの船長さんがまた今度は考え方を変えてくるんですよ。アメリカの船長さん、今までのような儲け方じゃない、もう大海に来ちゃったんだから、ね、大海に来たら大海での儲け方っていうのがあるわけですよ。それを今度はやってきますから。そうすると難しい話ですが、今までの金融システム、財政制度、こういうものを全部変えなきゃならない。だって川を船が下ってきたんですから、今度はもう流れがなくなっちゃうんですから、船の構造からなんから全部変えなきゃダメでしょ、うん、これを、うん、グレートリセットって言うんですよまあ変な話ばかりしますけど、付け替えですよ。リセットっていうのは切り替え、付け替えですよ、ね、うん、だから今ちょうどそのグレートリセットをやろうとしてる、ちょうど境目あたりにいるんですよ、ね、だこういう境目っていうのは不安定でどうなるかわからないんですよ、うん、どうなるかわからない時だから儲かるんですよ。わかります？どうなるか分かってたら儲からないんですよ、うん、どうなるかわからない、ね、海のものとも山のものともわからない、上がるか下がるかもわからない、ね、暴落するかもわからない、とんでもない、大暴騰するかもわからない、言われてみりゃみんなごもっとの話ばっかりですよ。だからわからないんです。そこで私が、私ただ一人と言ってもいいと思うんですが、私が知ってるその指針っていうのかな、こうなるっていうのがあるんですよ。ちょっと説明しにくいんですけどね、こうなる、必ずこうなる、これしかないっていうのがあるんですよ、ね、だそれに基づいて、いろいろお話をしたいというふうに思っておりまして、うん、これから宣伝ですけども、うん、これを見ていただきたいんですが、これがですね、小冊子の122号なんですよ。で、今アメリカはもう中国と対立せざるを得ない、ね、うん、米中冷戦にこの追い込まれてるんですよ。もうアメリカに選択肢はなし、もう中国と冷戦をやる以外にですね存在することができないというところに来てるんですよ。ちょっと意味はわからないかもしれませんが、そういうことを詳しくですね、説明して、こうこうこうだと、そして、日本人だけしか儲からない儲け方があるよという話まで、いろいろと書いてるわけであります。まあ、皆さんはまあ滅多にいないチャンスと言っておきますけども、こういうことはこの地球上にもあんまり起きない、すごいことが今起きようとしてるんです。我々はそのちょうど狭間にいるわけです、ね、ですからそのことを認識して一度この小冊子をお読みいただきまして、認識を新たにしていただけたらばいいなと思っております。